リュードルフ、またはロイドルフはシュバーベン大公。皇帝夫を一世と、その最初の妻エドギタの間の長男。皇帝大官以前の不王夫一世に対して反乱を起こした。母、エドギタを946年に失ったが、父からは出来合いされ、946年に後継者とされている。949年、妻、 イダの父シュバーベン大公ヘルマン一世が死去し、リュードルフは義父の後を継いで、シュバーベン大公に任じられた。だが、父が951年に第一次イタリア遠征を行った時、イタリア王ロターリオ二世の家父で、ベレンガーリオ二世に捕らえられていたアーデルハイトを救出し、アーデルハイトと再婚。翌五十二年にはアーデルハイトが異母て、ハインリヒを生み、リュードルフは、 自らの大意継承に不安を感じるようになる。また、951年のイタリア遠征においては、父の了承を得ずに、イタリアに侵攻、おじのバイエルン大公ハインリヒ一世と、先人争いを起こしたが、父の怒りを解雇の功績を無視されたことで、リュードルフの不満が増大した。この際、同じく、 イタリア遠征に参加していた議定のロートリンゲン大公コンラートが当初ベレンガーリオ2世との交渉を任されていたが、ここでも応じ、ハインリヒの横槍が入り、結果としてハインリヒのみが報奨を得ることとなった。こうして面目を潰されたコンラートもまた、リュードルフと共に、ハインリヒ一世に敵意を持ち、オットン世にも不満を持つようになった。953年。 オッ夫一世はリュードルフ派のマインツ大司教、フリードリヒの元に赴き、リュードルフ及び、コンラートとの間で、ハインリヒ一世の排除と、リュードルフの王位継承を保障する契約を結んだが、すぐ後に破棄し、コンラートから、ロートリンゲン大行為を剥奪した。こうして、リュードルフに、コンラート、マインツ大司教、フリードリヒ、バイエルン宮中博アルヌルフなどが味方し、 反乱が起こった。しかし、翌954年、リュードルフの領海の下ハンガリー人が侵攻し各地を略奪したことで、リュードルフ派であった者が離反することとなり、同年6月に、ランゲンツェーンの帝国議会においてフリードリヒとコンラートは、夫を一世と和解した。リュードルフはなおもレーゲンスブルクに立てこもり反乱を続けたが、夫を一世がこれを放し市民が気がするに至った。 最終的に、リュードルフは、チューリンゲンに、食材服を着て、現れ父に屈し、反乱は鎮圧された。リュードルフは、シュバーベン大公位を剥奪され、同大公位は、ギフ・ヘルマン一世以前に同意を保持していた、ブルヒャルディング家のブルヒャルト三世に与えられた。リュードルフは、956年、父の命により、ベレンガーリオ二世討伐のため再び、イタリア遠征に向かい、 ベレンガーリオセイを廃奏させたが、翌957年にマラリアで死去した。遺体はマインツに送られ、ショアにビルヘルムにより、マインツ死壁外の聖アルバン教会に埋葬された。961年、オットー一世は、5歳アーデルハイトとの間の息子で、ハインリヒの同母帝オットーを後継者としてローマ王に選出させた。 コンラディンケ・シュバーベン対抗ヘルマン一世の娘イダと結婚し以下の子女を設けた。ありがとうございます。